こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボズエガーです。さあ、大変ありがたいことに、ご連絡をいただきました。以前ね、お仕事一緒にさせていただいた方からですね。で、YouTube を始めたい社長がいると。ただ YouTube やって業績上がるのかっていう質問があるということなんで、ちょっとそのことについてお伝えしたいなと思うんですね。で、YouTube やって業績が上がるか上がらないかっていうのははっきり言って誰も分かりません。はい。で、やり方もあるでしょうし、情報発信の頻度っていうのもありますし、ちゃんと絞り込んで、やってるかっていうところにも、まあ、結果の要因っていうのがあります。もちろんしっかりやってても、出るスピード、結果が出るスピードっていうのは人によって、本当業種によっても違ってくると思うんですね。ただなんで YouTube をやるのかっていう、自分ご自身社長さんなので、ちゃんとその部分をお伝えして、あ、これやった方がいいなっていうふうに思われたらやられた方がいいと思いますし、ちょっと無理かなっていうふうに感じたら、それはやらない方がいいんではないかなというふうに思っております。ということで、いただいたご紹介ですので、しっかりと、お伝えして、やりたいって言った時には全力でですね、サポートしていきたいと思います。終わります。レッツ動画。